はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズパート18やっていきたいと思います。オッカムル島ですね、新しい島について、金銀銅がある鉱山の島なんですけれども、今は廃れていますということで、このゴーレム君にね、坑道への道を開けてもらいましたので中へ行きたいと思います。お前さんがビルダーだって言うなら柱や道を直して坑道の奥に進んでみてくれ。土砂で道が塞がっていても古びた魔法の玉があれば吹き飛ばせる。調査も兼ねて坑道から銅5個手に入れてきてくれということで行ってきましょう。暗いな、結構広いな。しかもここら辺って破壊できるの？破壊はできるか。土の岩ね。松明があってレールがあるけど繋がってないね。これは板を壊せるか。鉱山の土止め、土がドシャーっと来ないように止められてるんだね。ペロに怒られた。おいだ、やっぱり一緒に行く。一緒に行って坑道の中案内する。地震、地震の足りない島。ゴールドラッシュが終わってからずっと。思ったより壊れている。地震のせいというよりこれは魔物のせいかもしれない。昔は鉱石だらけでどこを掘っても溢れるように金が取れた。何かおかしい。鉱石なくなったってよりただの石になってるみたい。うお、あれはどうした。ここ通路を下がっている。上から落ちてきた土砂が埋まっている。土砂を壊して道を作ってほしい。ペロがくれた古びた魔法の玉を目印の場所に置いてみる。これ土砂ってさ、どういうこと壊せんじゃん。奥は壊せないか。じゃあ魔法の玉これをここね置きましょう。離れなきゃダメ。土砂が壊れた。いや壊れたは壊れたけどさ、俺の力じゃ壊せないの。なんかめっちゃあるんだけど、一応回収しておこう。支え木が一本あるね。道作ったけど土砂壊した。壊して作ったからきっと教団も起こらない。古びた魔法の玉がまだまだ残っている。見つけたら回収しておこう。荒くれが使ったら爆発に巻き込まれてすぐあの世行き。そうなの。行動では地図を階層ごとに切り替えられる。へえ、結構複雑そうだね。全体マップ L1R1。 なるほど、こいつはついてくると。とりあえず破壊しない方向で行きますかね。まずはこれは駅。へえ、機能はしてないみたいだけどね。線路自体に奥へ行ってみますか。魔物は今のところ出てきてないから。ぬお、壊れた柱がある。一緒に来てほしい。あれ、これキノコみたいなのある。これは回収しよう。キノコ、ガチキノコだ。キノコは食い物になりそうだからね。天井を支える柱が壊れている。このままで天井が崩れて危険。木材の壁で壊れた柱を直してほしい。了解です、お任せください。ドーン。とりあえず木材を一回調達しよう。で木材壁、これ3つしかないんだけど4つ必要じゃない。ここもあるか。ほいでほいほいでほいと。すごいぞ、天井を支えてる柱を直した。きっと鉱石がある。硬い鉱石は木の大きい土じゃ壊せない。銅と石炭ならなんとかなる。銅を一つ手に入れてみる。ついでに石炭も取るといい。石炭でもすげえ燃料になりそうだね。なんかいい島に来た。これ何？
これもしやどうって。きたー、超いっぱいあるじゃん。ひょっとしてそれがどう5つ取ってこい、あと残り4つ。いや超いっぱいあるよ、一気に壊すよ。はい、石炭。今はまだちょっと使い道が分かんないけど、よし集めておこう。ファイヤー、どう？ 5 個集まった。もっと残って鉱石掘れよえ、そうなの？お前なかなかやるな、超ビビリだったのに。俺ももう少し欲しい。粘土とかいうのが手に入ってるお前そんなんで一生掘れないぞ。こうだよ、こう掘り方は。あ、これ、あ、これ壊せないやつなのか。何やってんだこいつ。上行って掘ろう。いやちょっとすげえ欲しいよ。だってどう、あれ、ほらこれで壊せるんだった。だって回収も簡単だからね。よし、まあまあまあ、じゃあ一旦このくらいでいいかな。よし、ドア20個集まったんで、あれどの道で来たっけ。こっちから来た、こっちから来たよね。っていうか拠点に帰れる、拠点から行こう。あ、お前こんなところにいるのか。銅を食ってさ、少し回復したりしないの。銅を集めてきた、俺に見せてくれ。オッカムルの銅。ゴルドンに話を聞いておいた。ゴルドンは鉱石があれば力を取り戻せる。力を取り戻せばここをゴールドラッシュでにぎわったこの鉱石だらけの山に戻せる。せっかくの銅はあいつにやっちまうのか。うん、全然いいよ、結構いっぱい取ってきたかんね。それ銅、本当は金欲しい金あればゴールドマンになってこの鉱山鉱石復活できる。あ、確かにゴールドマンか。銅があればカッパーマンになれるいいよ、勢いよく投げてくれ。勢い良すぎだろ。頭だけなんかストーンマンがカッパーマンに。頭だけじゃねえか、俺恥ずかしい。完全なカッパーマンになるにはどう、あと1000個どうにかしてくれるかも。あれ戻ってきた、大量の銅も掘ってきた。銅3個力を貯めるバーもない。どうやったってやる気が出ない。仕事だろ、舐めたこと抜かすんじゃない。鉱石掘りは暗い、怖い、筋肉の重労働。荒くれどもどん、根性叩き直してやる。銅を集めるとっておきの作戦。銅1000個も掘るなんてどう考えても無理。いやー、いけると思うよ、物があればね。1000個、1000マスあれば全然大丈夫。バーを作ればいい。潰れたバーの跡地、カウンターの上にシェイカーを置いてバーセットを作って。また設計図関係かな、銅の加工が必要。金属の扱い方はカルロに聞いて。了解しました。バーを復活させる。ものづくりが禁止された島、俺も鍛冶屋仕事はやめにした。発展していたのは地下だったせいか、教団が支配を強めたのはそんなに昔じゃない。教団の教えはもうすっかり根付いている。俺たちはみんな教団の信者なのさ。とはいえペロの頼みなら仕方ない、今回だけものづくりの片棒を担いでやろう。銅のインゴットにしなきゃ加工できない。インゴットを作るには炉がいる。
作業台で炉を作って町の中の好きな場所に置こう。はいはいはい。炉。よし、じゃあちょっと何が必要だ。石炭とかが必要になるかな。石材だけで、あーギリギリ、あっぶねー。あいつらあそこの家で寝てるわ。家にもなってないけどね。炉置いてみなって言いながら寝てる。お前ら、俺が仕事をしてるのに。ちょっと待て、そのこのぶっ壊れた家叩き直してやる。あ、窓だったの今のって。これ床はまあまあまあなんかちゃんとしてんのかな。まあまずは寝床を作ってやるから。砂町の壁か。まあこの壁でいいかな。ただこの壁そんなにいっぱいないんだよね。お前らさ、女の子ここに寝かせてさ、自分たちだけ寝てんのか。とんでもねえ野郎だな。壁が、これは壊せないやつか。その砂町の壁っていうのが欲しいんだけどな。砂でやるわけにはいかないからな。なかなか難しいな。数が少ないんだよね、これ。ちょっと薬を置いて、これなんだっけ。だって砂利の土でしょ。いやそれはちょっとないわ。やっぱこの素材がいいな。ただ圧倒的に足りない、数が。ブロックの自動変化、マークのついたアイテムは積み上げたり並べたりすることで自動的に。ああそうなんだ。ということで、ますますこれが欲しいんだけどね。いや全然足りないと思う。これ何のやつだ。レンガ壁。今日ここら辺一回きれいにしよう。あ、階段がある。あ、トイレみたいなのがあそこにあったんだっけ。トイレだね。また家づくりから始める。例によってここら辺もどうせあれに必要そうだしな。バー作りに設計図を置かれそう。ここいっか。木材系もないからね。砂町の窓かっこ悪いな。レンガ壁もないからな。ちょっと町として廃れちゃってるから。これ何、ここ破壊していいかな。またいつか来ることになる。ちょっと登ってみよう。え、なんか別に良さそうな気もするんだけど。痛い。なんかでも積み上げられてんな、かなり。間違えた。すぐ丸ボタンで買っちゃうかんね。ツルハシ飾りか。こっちはもう全部砂だな。なるほどなるほど。結局わからん。まあいいや。バーセット作りますか。じゃあ炉は適当でいいや。まず結構でかい、あんまり邪魔にならないとこにしよう。ここら辺が拠点になりそうだからね。じゃあここに置こう。炉を作った。これで金属を加工できる。銅のインゴットを作る。作る。あ、ガラス。え、砂でガラスが作れんだ。あー、やっぱちょっと必要そうだな。結構時間かかる。
その間に家を作りたいんだけどね。これ何？これ硬すぎるんだけど。これって持ってこれる？なんかいろいろとさ欲しいものがあるんだけどな。ちょっと砂とかはねいらないんだよね。木材か、木材か。やっぱ木材系でいこう最初は。ちょっとここら辺一回破壊し直す。木材だったら今36個あるからそれなりに作れるでしょう。ま、家は大事だからね。あれ？なんか木材のやつ作れなくね？そもそも。ここで。マジか。作れねえわ。作れません。よし、インゴット。でも5つできるね。石炭と銅で銅のインゴットを作った。金属が手に入ったらインゴットにしてから加工する。石炭は坑道で取れる。バーを作って荒くれどもにやる気を出させようとする。ドは意味なくね。シェイカーも作れる。バーのカウンターの上に置いてバーセットを作る。レシピ、シェイカー。はい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 。じゃあ作りましょうかね。これか。ちょっとここら辺のやつ一回置いとこう。ポイ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 っと。使えそうなやつだけ。ステーキは食いたいから出しとく。あと食い物、あ、キノコとかもね食い物できそうだよね。シェイカー使うでしょ。魔法の玉もちょっと使いそうだから生肉ちょっと取り出してステーキにしとこう。ステーキってどんくらい回復する？ 30% プラス攻撃力アップか。悪くないね。じゃあちょっとずつ料理しよう。でここにシェイカーを置きます。バーセット。ハート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 集め。こんなところにバーセット。これで皆さんにルビーラを振る舞います。あ、立ってるかと思ったら座ってた。父のアーマンがバーを経営していたのは話した。鉱山堀で疲れた荒くれがバーでやる気を蓄えてまた行動に入っていく。まだ小さかったけどあの頃父もみんなも輝いていた。ミカミックスがいれば父のバー再建の夢も叶えられる。きっと島をあの日の姿に戻せる。バーを再建して島にゴードラッシュを復活させて。いいよ。鉱山で働く人手をどうやって呼び寄せるか。ミルズとマッシモだけじゃさすがに足りない。ビルダーの鐘。集めたものづくりのかけらでビルダーの鐘を鳴らせばものづくり力が上がって人が集まる。え？もうアップできる？楽勝だね。あ、間違えた。こっちだ。はい。ビルドレベル1。荒くれが来た。3人も来た。荒くれがここで言う住人だね。モブキャラ。家を作る素材をさ欲しいんだけど。砂町の壁、あ、壁か。でも銅の壁、石の階段、ウエスタンドア、ランタン、壁掛け松明、石のテーブル。あ、なんかこっちら辺いいね。石の壺、トイレだな。食器、
ガラス瓶。ほうほうほう。なんですこの鐘の音は。壁の鐘の音に引き寄せられたのか、荒くれたちが集まってきた。なんか嫌だな。物を作る意欲が溢れてきた。よし、どんを集めよう。荒くれに早速声をかけてみよう。鐘の音に誘われてきてみたら、一体どうなってる。この激しい鉱石臭。ヌワニービルダー、これからみんなでバーを作って鉱石を掘る。教団のお偉方に報告だ。こいつらハーゴン様の敵だぜ。お前はペロちゃんか。あんたたちも手伝いなさい。泣く泣くここをハトにした。え、そうなの、捨てられないの。こっちの荒くれはあれだね、ちょっとマスクの色が違うね。一般荒くれはもっとなんていうの、砂と同化してそうな色になってる。鐘を鳴らしたら本当に荒くれが来た。あの鐘の音とあなたのものづくりで我々4人は気がつきました。ものづくりのビルダーの素晴らしさ。ハーゴン教団を抜ける。ビルダーとしておめえとものを作るぜ。これでみんな準備ができた。ゴルドンが心配していた。これからのことを話してあげよう。家も作りたい。ちょっと待って、ゴルドンに話しかける前に、これでいいか。銅のインゴットがめっちゃ必要だね。まあ、まずは砂町の壁で全然大丈夫でしょう。石材が必要なんだ。まずは寝床を作ろう。整理して、50個作ったからどれだっけ。あ、これか。床がまあちょっと汚い感じがするけど、まあいいや。お、こういう感じになるんだ。1段目がなんかこうレンガじゃないけど、そんな風になって、まあ窓を作りたいは作りたいよね。ただ今はちょっと休むところ、もう1マスこっち。いやこっちにしちゃおう。なるべく広い方がいいから、少しでも。まあごまかしごまかしね、最初だから。よし、これで空き部屋ができました。からの寝る場所は枯れ草で余裕で作れんね。まあ2つくらいあれば。いや3人来たから結構必要だな。もう2つくらい作っとこう。もう無理だ。材料がない。で今はもうちょっとプライベートなんて気にしてらんない。すまんな。まだまだこの国は発展途上なんだ。寝るところがあるだけでもよしとしてくれ。でここ、あ、ここでここ、でここ、あと明かりだね。明かりを作ろう。明かり作れる。あ、作れるわ。よし、松明で、まあこれは端の方に置いとくか。ここら辺、これで寝床は完成。多分全員分はない。おおってお前こんなところで言ってるけどさ、見えんの。まあまあまあ、これで一応拠点的なものが全然だけど、できたはできたね。よし、ステーキ回収しよう。でもう一回生肉を入れとく。おお、ミッカミックスペロ、俺に鉱石くれる方法決まったか。よく聞いて話を聞く準備はいい。 OK。 バーを作って荒くれたちのやる気を上げる。やる気が上がれば鉱石が取れる量も増える。取れた鉱石をゴールドにあげる。ゴールドに力が戻ればゴールドラッシュが復活する。
わずかに残った金、坑道の奥にしかない。まずは銅でカッパーマンになる。バーの設計図を書く。任せんしゃい。だいぶ壊しちゃったけどね。まあ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 、やっぱゼロから作ろう。114アイアンの壁が割と必要だね。あと銅か、ウエスタンドアも2つ必要なのか。ランタン、壁掛け松明、石のテーブル、銅のテーブル、バーカウンター、椅子、樽、食器、ガラス瓶。いやちょっとめっちゃ必要だぞこれ。ダーツボードなんて作れないんだけど。ものづくりレベルを上げないと無理か。やる気が上がる。ハードン強なに壊されている。奥まで進めない。壊れた行動を直していかなきゃダメ。俺のお願い、これ行動を復旧すべし。鉱山の行動破壊されてる。行動を復旧すればもっと奥までいける。鉱石もっと集まる。バーを作るべし。バーがあれば荒くれやる気が出る。銅1000個でカッパーマン。鉱山街に活気が戻れば私のバーも繁盛する。あのバーにボーイやバニーでもいてくれればな。なるほど。お、バニーになってくれんの。ママもバニーとしてお店に立った。お父さんそれでよろしいんでしょうか。やっぱり今はまだダメ。今私がバニーになったら満足してやる気をなくしそう。バーができて行動の復旧が終わったらなる。よし、ミッションスタート。さてじゃあこいつ聞くか。バーを盛り上げるための最大値、最重要の最強目標。鉱石を管理していくため必要な場所を作ってもらいたい。夜バーでやる気を蓄えて朝になったら行動に掘りに行く。夕方になったら集会を開いて上がりを報告する。毎日上がりを報告しつつ鉱石をしまっておく。荒くれ集会所を作ってもらう。広場に鉱石を入れるものさえあればいい。ランプがある。え、収納箱を3つ置いてくれ。はあ、え、どこ、あ、これか。はいはいはい、ちょっと待ってね。収納箱ってすぐ作れるっけ。今こっちじゃない、こっちだ。ちょっといっぱいありすぎてどれがどれだか分かんない。よし、これでいいや。まあ、ここにも収納箱あるけど、ちょっと1からやっていこう。置く置く。てかなんか向きが変なんだけど。これちょっと待って、ごめんね。もう一回ちょっと作り直す。なんか向きが変だからこう、みんなこっちを向けよう。収納箱を3つ置いた。荒くれ集会所。改めて説明する。行動を復旧してくれればマッシモが荒くれを引き連れて鉱石を掘る。その上がりを毎日夕方に集会所で報告する。ゴルドンにその日の分をくれてやる。少し惜しい気もするがゴルドンが復活すれば鉱山も復活。報告会毎日夕方になったら金属をキンキン叩く音で始まる。行動は暗くて時間の感覚がなくなりやすい。音を合図に地上に戻ってきてもいいかもな。マッシモとシドウと一緒に行動の復旧に行ってくれ。これからは荒くれも増える。俺は地上で荒くれの管理を担当する。行動のことはお前らに任せた。魔物怖いけどペロに喜んでもらうために頑張りましょう。と4人で筋肉儀式。なんだそりゃ。体がヒョロヒョロすぎる。なかなか面白い。こうか。いいえ、そんなもんやらん。やらん。やらんと言ったらやらん。なんなのこのさ、はい、いいえの選択肢。
イラ先に行って行動を確認しておく。準備ができたらお前たちも来るんだぞと。みんなって言ってもさ、あれ3人来なかったっけ。ペロが来た。行動に行く。はい、これお弁当いいね。焼ききのこ、あきのこもゲットしたしね。行動で突っ立ってたら前に進めね、理由がある。その時はマシモのぼやきを聞いてみろ。はあ、そんな弁当、まあ今食おう早速食おう。破壊力が上がった、いいね。これの力が上がったってことか。まあ、行動にも行きたいんだけどね、いろいろ素材も集めたいんだよね。まあ行こう、とりあえず。よし、俺らについてくるんだぞ。まず銅がすげえいっぱいあるところに行きたい。あれ、これなんだ。あ、水か。げっ、モンスターがいる。いや、こいつは倒せる。スターの実、いや、この骸骨強えな。守備力が下がった。部下なんかやばいやばい、超経験値手に入んだけど。いや、お前らさ、あれなんか拾ってる。もうすでに掘ってんの。いけ、いっぱいいない。こちら、あれ、荒くれ超いっぱいいるんだけど。行動をつないでほしいぞ。ああ、魔法の玉か、お任せなさい。ボーン、回収しよう。回収量が半端ないんだけど。え、さらにここにもドン。よし、先へ進むぞ。この土の岩がどれほど役に立つかだよね。どこだ、うん、線路に箱みたいなやつが乗ってる。うごっ、あれは線路の上を走ったトロッコ。ここはトロッコの発着駅。ここを終点にして地上にある坑道の入り口と線路をつなげば。線路が敷いてあったのを見たか。どうやらここがトロッコの終点。トロッコが走れるようになる。トロッコに乗れば地上との行き来がしやすくなる。いいね、やりたいね。修復のための線路が足りなければこの辺りに使えるのがあった。坑道の途中のどこかにも線路があった。見つけたら使おう。この辺りってどこ。線路をトロッコ停止板がある発着駅までつなぐ。トロッコに乗りながら線路を引き返していくと途切れている場所が分かりやすい。はーい、線路どこにあるって言ってた。まあいいか。あ、どうくれ俺に。どう、よこせ。うん、今敵がいたな。ドラキーか、モグラもいるね。こいつがツタノミザコか。あ、ホイミスライムがいる。こいつは回復になるかな。あれ違う、敵じゃなかった。魔物も出るしとっても危険、気をつけて進むといいよ。そうだね、この先にも行けそうだけど、まずは線路か。いや、線路どこにある。あ、そこが目的地。まずここが発着駅でしょ。そこからそもそも線路を回収したいんだよね。あ、これ、いや、違う、それそうじゃない。あ、ここに線路がある。で、なんで壺になってんの。待って、なんかおかしい。はい、流れる流れる流れる。
これなんかさ、魔法の弾でさ、ぶっ壊せないかな、一気に。線路。ファイヤー。上から壊していかないと、しかもちょっとめんどくさいことになるな。一回上に乗ろう。はい。はい、ちょっと待って。あとどれくらい足りるかだよね。はい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 。線路48本か。待て、一応ここは回収しとこう。全部ちょっと、じゃあさ、水邪魔。組む、もう足りっかな。ちょっと難しい、これ。これを壊すのも難しいんだけど、もういいやめんどくせえ。というわけで、じゃあ線路をつないでいきますか。あれどう来てる。ここがだいぶあれだよね。あ、この板になってるか。もう1レベル上げたいな。でこう来て、こう来て、でこう、よし、置いてこう。はいはい。ちょっとさ、これ1個ずつ置いていくの。え、なんか変なとこ置いちゃったんだけど。下を向いていこう。下を向いて歩こう。ビルダーの基本、下を向こう。で、つながりました。そして、こう来て、あ、ここもつながってねえや。つながりました。で、ここはつながってて、これつながった？つながったね。で、こう来ます、こう来ます。どうだ？こう？で、こう？で、こうか。トロッコ停止板がある発着駅まで線路が敷けた。トロッコ停止板があると置いた場所でトロッコが停止する。地上までつなげよう。使われてない線路がどこかにあるか探してみようと。はい。え、ここってじゃあなんか敷かなきゃダメかな。砂で大丈夫？砂とか壊れそうだよね。あ、終了の時間か。勝手に帰ってきた。今日もたくさん鉱石が取れたな。報告会を始めよう。ミックスの分しれっとあいつに渡すひどい。おめえの取る分50個、大したあれじゃねえな。あと950個って道が遠い。あ、俺に自動的に配られるってこと。まあ、それはそれで悪くない。ここをどうするかって言われたら、なるべくこれにしたいよね。これ。これがないんだよな。調達してくるか。調達しつつ、こういうやつは破壊しながら進もう。あと線路ね。線路がどこにあるかなんだよな。で、ここもちょっと行けなくなってるから、床敷いてなくてもね、このゲームなんとかなりそうだけどね空中線路でも機能しそう。そしてここが発着駅で、ん？あそこも繋がってないのか。なるほど。少しちょっとこっちの方に行ってみよう。こ
ここら辺は単なる石だからね。あーでこっちまで最終的にもどん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 繋がってくるんだ。で地上に出るってことか。了解しました、了解しました。なるほどね、これでいいんじゃないか。じゃあもう最悪土、もう土でいいや。はい、砂はさすがにまずいよね。よし、じゃあ行動復旧のために土の岩か。であと線路か、線路も調達してこなきゃいけないから、線路調達がどこにあるんだ。いや、じゃあこれはここに置く、ここに置く。でそっから線路、線路、線路君たち邪魔なんですけど。はい、もう一個か。でこう来て、そろ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 足りなくなってくるよ。ここまでだな一旦。もう無理だよ、もう無理無理無理。一応ここまではギリいけたか。階段があって下に降りれるけど、線路マジどこだ。線路置き場、上層、地上。いや、まあ公道に線路を引こうって言ってるけど、そもそも線路がない。ここ結構長いからな、かなり必要になりそうだな。もっと別の場所に線路ないのかな、公道じゃなくてさ。そもそも、いや公道じゃないと線路なんて使わないからないよな。もうちょっと奥探すか。とりあえずトロッコ動かせるだけ動かしてみる。ここら辺までだったら来れそうだしね。718個もあるんだけど。あ、一応これも回収するか。じゃあ必要そうだから待ってね。これだな、これが超必要。これで埋め尽くそう。この線路なんだ、もう超やだ。はい、オッケー。あ、ここにこれがあるじゃん、これで。でこうやってこうやって壊していこう。でこれこれできんじゃん、ドン。よし、ただ明らかに足りないからな。そしてお腹も減ってきた。一個ステーキ行こう。雲の巣があるんだけど、でこう来てこう来て、ゲッ宝箱気づかなかった。お、いいね、魔法の玉ゲット。からのここもだいぶ破壊の跡がある。破壊の限りを尽くしている。線路置き場、こっちの方とか。これ何、鎖、鉄の鎖。なんだろうな、まあ、なんかには使えそうだけど。ちょっと待って、出れなくなっちゃった。え、全然全然出れないんですけど。こうこう、クライミング技術。ちょっと待って待って待って、わけわかんねえ。一回地上に出る。こうやって帰ろう。は？なんだこれ、マジで意味わかんねえ。はいはいはい、オッケー。あ、これ鎖でつながれてたんだな。一応ここにも銅はあるね。少し回収していくか。銅20個。
丸太の盾とかも、盾って盾型の丸太ってこと。こいつは逃げんの、逃げてった。戦う気はないのか。これ何これ、あ、ドラキーかと思ったら出てきたぞ。よし、いや線路をつなげてほしいって知ってるよ、知っておりますけど、そもそもの線路がないんですよ。これ魔法の弾で先進める？行くか。じゃあちょっと行こう。そこには開けません。お。ドン。これ異常だよな。砂と砂利が異常なほど手に入る。いや線路線路線路、うわー殺人鬼みたいなやついる、これやばいな。今のレベルで倒せるか。いやもう落ち着いて、ヒット&アウェイをすれば全然なんとかなると思うけど、あいつを倒せばかなりレベルが上がりそう。ただちょっと怖いから一旦こっちに逃げよう。ここも魔法の弾か。いやガチで線路がねえんだけど、どうするやつを倒しにかかるか。お、やべえ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 、パイキュートみたいなの唱えてる。シドいけるか。やべえなこいつ。げ、大骨戦士もいいんじゃん。いや倒せないことはないな、攻撃さえ食らわなければ。で16か、まあ、まあ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 、この骸骨倒せばレベルが上がりそう。ゴリ押す、シド頼むぞ、いって、オッケー11レベル。銅の剣、ようやくか、銅が必要だね。あ、だから銅の剣なかったのか、あの島では。石の剣、銅の剣ってなんかさ、割と最初のスタンダードな武器な感じがするじゃないですか。ただそれがなかったのはそもそも銅が取れないからだ。ルカなんかやばい、ちょっと待ってね、ステーキを食おう。え、ガチでさ線路わかんねえんだけど、どこにあんの。行動広すぎるんだよな、すげえ広いよね。でまた魔法の弾か。いやこんな奥行かないと思うんだけど、ちょっと一回地上に帰る。ちょ、一回地上に帰ります。さて、あ、こっちはあれに入るのか。線路線路、こういうとこに線路ないのかな。線路置き場、うわすげえ、下まで落っこってきちゃったよ。ちょっとわかんねえ、もう一回もう一回拠点に帰る。なんかね画面がぐっちゃぐっちゃになっちゃうのよ。さっき線路っぽいのこっちに見つけたんだよな、この下。ちょっと上から見た方がねいいからね。線路あるけどこれ使っちゃっていいの、この線路。死にそうだ。あ、でもこれさ完全に地上まで続く線路だな。でこれもまたなんかどっかに通じる線路っぽいから残しておいた方がいいな。結局これ使いそうだもんね。え、使っちゃう。今こっちに入っていく線路、ここがそうだよね、結局駅になってて、ん、結構でも使ってなさそうなのがあるな。いいや、一回これ使っちゃおう。
糧となってもらおう。あとで作れって言われたらもうあとで作るしかない。はい、まずここら辺のよくわかんない線路を回収します。素材と一緒に。この線路壊れてるけど使い物になるのかな。あれ、荒くれが来たよ。お前ら仕事に行くのか。ちょっと消えてったんだけど。よし、これで いや、もうあとは知らん。とりあえず今が良ければそれでよし。ニュー、あ、そっか、次か。まだまだまだ足りないよね。ちょっと一旦寝るか。で、薬草も作ってこう。行動復旧がまだまだだな。行動に潜るための薬草、2つしかねえ。で、銅のインゴットをじゃあもう1個作るか。あ、いっぱい作れそう。ちょっと待って、あ、石炭が足んねえ。いや、いけるだけいこう。からのこの設計図、まず銅の壁64個。異常だな。待って、一旦これも壊す。あのバーのカウンター以外ちょっと一回壊そう。わかんねえ、これ壊れない、これボヨッボヨッってな。壊れねえんだけど。これも一回壊そう。よし、鉄壁で、これはここでいいのかな。だから潜って石炭たる、石炭たる、ここら辺をちょっとやんなきゃいけないんだな。で、線路まず何個かゲットしたんで、よし、線路をつなげていきますか。こっちね、ここ、こっちから行くか。はい、いけ、変なとこ行っちゃったよ。でこう来て、はいはい、でここは結構長いんだよね。完全に壊れてんな。これ土のこれでよくないか。これで高さ的にはこんな感じ。あ、なんかおかしい、高さがおかしい。で、ほい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 、完全に浮いてんな。あれ、ちょっと曲げなきゃダメか。いや、曲げる必要ないな。よし、これでいっか。これでつながるんじゃない。あとは線路は足りるかどうか。これで徐々に置いていく。脱線しそうで怖えな。なんか横に線路が置かれたけど。で、ここはつながって、じゃあ次もう少し行こう。あれ、これつながってない、完全に。おい、お前ら勝手
天トロッコ乗るんじゃない、俺が作った。ずるいぞ。繋がってそうだね。よし、ちょっと乗ってみよう。まずどこまで行けるか。はーい、遅くねえか押さないとダメか。こいつら走ってくんの大変だな。まあ、確かにトロッコ1人しか乗れないからね。いや、早い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 。で、一回ここで止まって。で、これ一回止まって、これ何駅なのところで。なんでもなくない？で、こう来て。あ、ここで止まってんのか。オッケーオッケーオッケー。お任せください。23個か。置けねえのか、これあるから。よいしょっと。あ、ここは泣いてんね。で、ここ2段、ここも2段で、ここを穴やって、で、またつなげていくか。ほい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 君たち邪魔なんですけれども。で、つながりました。ほいほい、あと6。これ大丈夫？土台なくて。一応土台は置いとこう。さすがになんか怖えかんな。で、こう来て、こう来て、あーとここかー。こっちの線路壊せばなんとかなりそうだけどな。もう少しよくわかんないところにあった線路を回収してくるか。なんかこういうとこなかったっけ、ここら辺とか。壊しちゃうよ。ドン。で、出れねえ。ここの線路とか壊しちゃっていいかな。壊そう。ドン。よし、これだけあれば多分大丈夫。とりあえずはね。あ、肉くれ。いてー、ステーキ。で、ここをつなげればいいんでしょ。あとはこっちまで来てるから。はいはいはい、これで OK。どうよ。なんもないトロッコに乗って移動できる。走らなくていいし、ガタゴトより楽しいぞ。あ、繋いでおくとちゃんと全員が乗れる。作業台で木のトロッコ2つ作る。3人でトロッコに乗って坑道の奥に戻る。駅の向こうの橋を渡る。トロッコが作れるようになったかな。え、線路も作れるようになった、もしや。あ、これいいな、これ楽だ。やっぱ回収しといてよかった。さて、それでは地上に戻りたいんだけど、どうなってんだこれ。あれ、どっから戻るんだっけ。あ、ここがすでにもう駅だけど、なんかこっちじゃない方に行きたいんだけど俺。あ、インゴットができてる。
29個か。鉱山の整備をしてくれということなので、まあとりあえずじゃあ線路つなぐことができましたので、今回はこれで終了して、次回また続きをやっていこうと思います。結構大変だねこの島も。じゃあ終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。